やってきますよ。で、今日は、ナルガかな？漆黒の影、ナルガクルガ一刀で、これを終えると、ヒョウガリュウ・ベリオロス。で、あとはね、全部クリアしてあるんですよね。そう、一応全部のクエストはね、クリアしてるんですよね、ここまでで。で、あとベリオとナルガやれば、最後かな？最後のランクの緊急クエストかな？って感じなんで、トムとジェリー、今回はちょっと待っててね。ナルガとはタイマンできてんだ。ちなみに、トムとジェリーの、後の2人はモッツァレラとマルゲリータですね。なんかピザの名前になってますけど。ピザ大好きなんですよね。イタリアンが俺好きだから、食べに行きたいな。さあ、よろしくお願いします。で、防具がね、めちゃんこ強くなったんですよね。以前まではあれだったんですよ。ずーっとね、レザー一式で裏眼剣のとこまで頑張ってたんですけど、非常に厳しい火力の前にですね、ねじ伏せられた感じだったんで、もうこれは作らなければいけないということで、リオレスの一式作ったところからですね、このね、装備使って動画にするのは初めてかな。動画行くの、あ、動画で、ね、クエスト行くのは初めてかな。よし、行こう。多分大丈夫だ。まともな実況ができるはず。なんつっても、ナルガとはタイマンで生きてるからな。で、確か、初期エリアはあそこだったな。最初、ケルビを食べなかったっけ？襲うところからだったかな。ちなみにね、去年あげた最後の動画、また来年っていう風な動画あげたんですけど、そのね、一番最後のシーンに、リオレース一式の装備が完成してる、シーンを入れたんですけど、そう、完成したぜっていうことだったんですよね。あれね、一応リオレースをタイムアタックしてたわけじゃなくて、そう、なんかレザー一式でタイムアタックせんといてくださいみたいなコメントいただいたんですけど、まあその方もね、多分冗談で、半分冗談で言ってると思うんですけど、そう。タイムアタック打つわけじゃなくて、こう、リオレース一式を作りたいから、その周回の、様子を、ちょっと一部分映したっていう感じだったんですけど。よっしゃ、行くぜ。行きます。ちゃんと飲めるんだ。ここのエリアはね、なんかドボルベルクとロワルドロスの印象なんですよね。ドボルベルクは単純に俺が、このフィールドでドボル2頭のクエストがあって、ドボルってね、ストレス発散要因があってすごい好きだから、そう行くんで、ドボルの印象と、ロワルはね、単純にエリアがちょっと薄暗いじゃないですか、ここで緑色で、ほぼ緑一色なんですよね。緑か茶色みたいな。そうで、その中に真っ黄色のあいつが出てくると非常に目立つっていうので、多分ね、覚えてるんですよね。 ロワルの覚え方は何なんだろうね。はてな、おーい、なんだ今の時間差。 あれ、今の時間差なんだ。ブレードに当たらないように、1、2、ちょっとディレイかけたのはね、ここから比できるようにしたんだけど、ディレイかける間もなく大丈夫だったね。やっぱね、ナルが方向回避しないとしんどいんだよな。右に寄せといてからの攻撃。ちょ、画面の荒ぶりが半端じゃないぜ。半端じゃない。横1。ただこれでひるんだら相当火力出てる。やーばいな、これ。さすが神ヨガのハンマーということもありまして、すごいですね。さあ、安心のホームランが当たる感じですね。素晴らしい。ちなみにね、ここトライ G だったらね、俺は120%当てられませんね。ここは右に寄っといて、ここも右だな。尻尾振りをね、誘いながらやりたいんですよね、できれば。ここ振ってみよう。よーし、素晴らしい。これ避ける必要ない。楽しいな、ナルガクルガ。今何ヒルミだろう？元気ヒルミかな？さっき横1でヒルんだからかな。ここも、こっち側。そう、尻尾振りをね、こう誘いながらやれると、なんかね、ポン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 スタンプ打っていけるから。で、次でヒルミでしょ？ OK。で、できればね、怒り中にあれですね、スタン取りたい。なんですか、今のは。縦1とホームラン。いいね。怖い。お、いいじゃん。よかったけど、ハンター、もうちょっと真面目にやろうか。ねえ、入れないんですよね、なんか、モンスターに阻まれて。ここは横1、縦1、ホームラン、3セットいけるかな？ 2 セット決めて、横にうまいこと出て、
ここでうまいこと横に出る。あ、出れたね。よし、ここで切れる前にもう一回入れとく。さあ、この次ひるむんじゃない？元気ひるみというかいうやつでひるんだね。多分元気ひるみだな。ためにだけ決めさせてありがとう。回避いらないかな。多分いらなかったな。右に寄せといて噛みつきか。おおお、すごい。なんだ今の判定。もう怖いよ。無理だよ。おお、やばい判定だったね今の。まあ俺の今の判定もすごかったけど、そんなところから当たるって感じだ。大回転でしょ。内側潜って横位置当てないように。当てた、当てちまった。おお、そんな終わり方。早いし、ボディで終わったし、終わった後にホームラン外す。やばいな、すごい火力出るから早いんだ。驚くべき速さだった。3スタン取らずに終わった。俺が変な噛みつき食らわなかったら、多分あの流れのまんま綺麗にさーっと終わってたんですね。かっこいい上に強えのか、さすが。あ、で俺は剥ぎ取んないといけないんだ。そうそう、トライジータね。トライジーとかと違って剥ぎ取んないといけないですね。でもな、それモンハンのほんとストーリー進めてるって感じでほんと楽しいな。なんかね、前にも言ったと思うんですけど、サードはね、今までで6個ぐらいデータ作ってやってるんですよね。そうで、だけどまたやりたいからっつって作ったデータ消してやったりしてるから、多分ね7回8回ぐらいはストーリーやってると思うんですよね多分。そう、まあ、でそこの中でもね、お守りとかそういうのを含めて完全にマスターしてるデータは1つしかないんですけど、やばい楽しかったですね。あれだな、やっぱり相性のいい武器でかつ火力出していくっていうのは大事なんですね。これは大事だ。あんまり考えなかったですけどね。なんかレザー意識でどこまでできるかみたいなの一人でやってたんですけど。牙、ブレード、骨髄来ないか。これ骨髄じゃない？違うか、さすがにそれは恵んでくれねえか。なんかね、このグレー、深いグレーのあれいいですよね、素材。俺好きなんだよな、ナルガの素材の色好き。あと人形画の素材の色とかも好きかな。そうね、こんな話したことないですね。素材の色が好きとかなの、そんなねえ、変な話とか なんつうんだろう素材の色が好きとかそういう変ねえ話はどうなんでしょうね、まあ、どうなんでしょうねってか、なそう変な話ですよね、うん。なんか早く終わっちゃったな。レンドリと行くか。じゃあ氷河流ベリオロスとかでもやってみるか。この流れで行ってみるか。なんかあれだもんな、あんまり動画分けるのも結構な本数になっちゃうし。あーでもな、ちょっとじゃあこのまま行くか。ベリオロス、ナルガがあっという間に終わったからな。見てる皆さん的にもつまんないですね、なんかあっという間に終わっちゃうと。あーいいって感じでああ、ママさん騒がしくてすいませんね。ハンターさんはティガレックスというモンスターご存知ですか？私の故郷のポッケブラ周辺に住み着いてたモンスターなんですか？それてかね、多分次の緊急がティガだからね、このおばさん来てるんですよね。そう、なんかハンターさんティガレに気をつけないよみたいな、そう、そろそろ出てくるわよ的な予兆的な存在ですよね、あの人。ということで氷河流ベリオロスいきます。一歩の動画で2クエストは贅沢ですね、楽しいな。だがあっという間に終わらせてやる。任せとけ。はい、しかしシンプルなタイトルですね。氷河流ベリオロスとビックリマークが一つ。でも俺が一番ね、記憶に残ってる変なクエスト名はイビル城の狩猟でしたねまあ何回か動画で言ってると思うんですけど、あれはキモかった。そのまんまですからね。というわけで、よし、うまく食べれなかった食べれなかったよっ、おっぱっぴーって感じだった。だからエリア4があのあれなんだけど、チャナガブルの背中なんですけれども、完全におっぱっぴーとか つまんなすぎる。懐かしいですね、小学校2年生ぐらいだったかなその時はね、ピザの CM とコラボしてて、はいクリスピーとかってあったんですけど、なんかクリスピーサンドとかってあって、そうはい、行きましょうねちなみにね、ベリオロス初期エリア2なんですけど、7から回って2に行くと目の前にベリオロスがいるんで、
そうだから武器出ししてエリチェンしましたけど、すぐにね盾さん決めていく戦法です。ジャナガブルの背中懐かしかったですねドライジーの時のものも3回ぐらいしか出てきてないなあいつ。なんかまた やれたらいいですね、あえて。でもね多分ムカつきますよ、なんかシャキーンうわーとかつって、あーもっと違うか、シャキーンうわーとかつってうるせーって感じですよね。そうなんか顔もうざいし、そうシャキーンからのうわーもうざいし。お疲れ様でーす、お元気でしたか、あらー完全にあのおっちゃんの声がもう俺の耳にインプットされた。さあ、というわけでいきなりスタンを取っていくわけですね。開幕から俺のターンです。この流れを作っていきたいですね。モンハンは流れ作業が大事だと思われる。せい、さあずらされないうちに広いところに行きたいですね。お、走ってこい、ナイスな。あーでも狭い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 、やめてよおい怖いね。ダメージくらいはしないけど、もうだるさが半端ないからね、あの攻撃。ひるまないか、スタンプでひるましたいな、スタンプでひるめ。よしで前に方に行って、ちょっとね俺の位置が悪かったけれどホームラン決めていく。あれね、うまく立ち回れるとあの縦位置もしっかり当たるんで、絶対にやった方がいい方法です。スタンプで縦位置でスタンプ来るかな、まだか。ならこのためにで、さあナイス、イエーイ終わりだぜ多分ここで終わり、ナルガと同じだったらここで終わりだ。さあいかが、まだか、こいつは耐えるか。さすがナルガの属性とは違うからね、弱点が。火でくればもうちょい早かったかな、あれでも終わった結構早めに終わったぞお前も。なんだいなんだい。さあ最後にホームランを決めてく、な入らないのこれは、確かに無理かもしれないな、こんなとこから打って入るわけないですもんね。あら早く終わりすぎたな。あまあでもね、なんか流れよくスピーディーに枯れるのは楽しいな。さすがなんかレザー意識とアイアンハンマーに比べると本当強くなりましたからねガウシカの角が来ていると見せかけて琥珀色の牙っていうね、なんだったっけな、君の名はにぎはやみ琥珀み。次は緊急が確かティガだったんだよな、てか絶対ティガだったと思うんだよな。あらこんにちは、ハンターさんはたびたび申し訳ありませんが、またあなたにお願いございますの。ドボルドボルドボル、マジで呼ばれる重竜をご存知、尻尾がハンマーのような形状をしていて、重竜という異名を持っているんですの。この子の体調をお願いしたいの、おそらく力強さで言えば神王が上回るマスターです。いやーそんなことないと思うよ、全然そんなことないと思うよ。あなた狩りに行ってねえから、そういう適当なことが言えるんだ。飛び込んだ方がいいとか、そうね、回転したらね足をぶん殴ると結構いいっすよ。なんだろうね、スポーツやってる方だったら経験したことあると思うんですけど、太ももとかに思いっきりこう膝が入ってきたりするとうおーってなるじゃないですかあの感覚ですよね、ドボル。特に俺ハンマーで殴ってるから、そうまさにあの感覚ということで、次回はまさかのドボルベルクでしたね。さあでもこれでなんかクエストが出たっぽいな、ここ一つ。あ、ナルガクルガ単体の渓流ってのがあるんだ。そうか、これクリアすると、上5段はクリアして、で最後下ですね、星6か。そう、ここ終わるとあれですね、一番やりたいクエスト、村で一番やりたい、なんだっけ、終焉を食らうものか、イビル、ティガー、ナルガーが上位クラスで、ナルガとティガーが同時でいるやつですね。これがねめっちゃやりたいんですよね。でここで上位武器を作ってから集会所上位に行くっていう、そう、そういうね目標があるんで、やってくぜベイビー。今週のドボルベルクでしたね次回はじゃあドボルベルクでしたね。ありがとうございました。ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。